どうも皆さん、おはこんばんにちは。久しぶりだね。久しぶりです。8月中、7月半ばくらいからかな。ちょっと忙しくて、8月今22日なんですけど、だいぶ長いことね、動画の方サボってました。すいません。日本語だ。この言語でゲームを開始することを決定しますか？ちょっとなんか、回りくどいな。で、このゲーム、ダイイングリボーンっていうゲームなんですけど、サマーセール、とプレイステーションストアのね、サマーセールでお安く売ってたんで、衝動買いしてしまいました。なんか怖いみたい。怖いゲーム？なんかホラーゲームっぽかったんで買ったんだけど、今年の夏はね、あまり暑くなかったんで、おお、びっくりした。あまり暑くなかったんで、ホラーゲームにも手をね、ほとんどつけずに過ごしてしまいましたが、まあ、雨続きでね、皆さんもちょっとジメジメして、おい！ 音が ちょっと音がうるせえんだよな。ちょっと待ってね、設置ってなんだ？設置って 設置って何？これ設定とは違うの。設置って何でしょうか？設定だね。明るさはマックスだろ。怖そうだからな。OK じゃない？はい。あ、これ、もともと英語しかない感じ？それを無理やりこう日本語に変更してるから、ちょっと変な日本語になっちゃってるのかな。よし、やっていこうか。何このジャーンっていう。 何の音だ。あー、待って、ちょっと怖いなこれ。目覚めの時。あ、丸ボタンで開始だ。だから、じゃーんってこれ。 待ってね、音がちょっと大きいかな。ハーバータウン。かつてここは賑やかな観光地だった。しかし今はかつて観光客を魅了した様々な草植物に昔の繁栄をたどることができるだけである。一人の招かれざる客の急いだ足音が街の静寂を破った。彼はつぶさに地図を見つめ、何かを探しているようだ。うわ、ちょっと怖いな。これは何だ？人形？出発！出発！ 行くぜ。頭がクラクラする。頭がクラクラする？なんて場所だよ。この匂い、もう吐きそうだ。のさ、そうだ。確か手紙を受け取っそうだ、て。手紙を受け取ったんだ。そうだ。シェリーが危ない。シェリーが危ない？まっすたぐく。にシェリーを探さなければ。右スティックで視点を動かす。丸ボタンで気になる場所を。スティック押し込みでは特にしゃがんだりはできないみたいだね。おや、段ボール箱には絵が数枚乱雑に入れられている。どこかで見たような気がするが何も思い出せない。怖いな。久しぶりのホラー、さすがに怖いな。こっちも調べ。あ、待って待って、違う違う違う。どうでもいい。何で驚いたかも自分でよく分かってない。回転？はあはあはあ。電池とか取り出せないかな。変だぞ。裏側はネジ1本で固定されているだけだ。中に何か隠してあるかもしれない。そうだな。誰かが1回開けてネジ1本しか付け直さなかったと。で、×でログアウトって何？いちいち。戻るでいいよね。このカーテンの向こうには何かいそうだけども、なんか怖いな。このベッドは特に調べられないな。もしかしてこの真ん中のマーカーっていうかさ、この白丸が赤くなった時調べられるものがあるよっていうことかな。こことか、絵とか、絵とか、絵が調べられるな。この絵は何を表しているのか。どうやら雨の中にあるたくさんの傘を描いているようだ。そう？よく見えないな。かなり古い絵だが、新しく綺麗であってもその意味を知ることは難しいだろう。確かにそうだ。指差し。
これなんていうの、鋳造画なんとも言えない既視感がある。ほう、なんか難しい言葉使われると俺もよくわかんない。服着ようねえ、ごめんね。シャツとズボンが雑然と床に放置されている。一体誰の服、俺の服じゃないの、俺マッパじゃないの、俺マッパなんだけどこれは特に調べられないか。扉を調べるのはまだ早いんじゃないかな。ダンボール箱、箱の中にはホコリだらけの安っぽいロール紙があるだけだ。ロール紙、いやいやいや、よくわかんないな。扉を調べるしかないようだ。怖いよこれ、テレビつかないよ、何なんだよ、頼むからさ、ちょっとこれ怖いな、友達呼びたいな。フェンス状のドアは太く硬い針金が巻かれており、工具がなければ絶対開かない。工具を探す。元の絵がわからないポスターが1枚、いくつかの文字がかすかに見えるだけ。そっちの扉しかないな。よし、行こうか。行こうか。待って、ゴミ箱があるな。ゴミ箱。難しいんだよな。ゴミ箱には何もない。しゃがむとかないのかな？丸ボタンで調べるでしょ。三角は？四角は？×は？おー、ここで、R1 で、メニュー？ L1、L、あ、R2、L2、L1。なんだこれ？わかんない。操作が難しいね。方向キー。うわ、びっくりした。いきなりね、方向キーカチカチ押してたら、この上の方向キーを押した時だけメモが出てきたね。よし、こっち行こうか。頑張るぞ。ここにドアがある。よかった、すぐに出て行ってやる。すぐ出てくよ。くそ、開かない。鍵はどこだ。なになになに、頭が割れるように痛い。迫真の演技だ。何か落ちてきたぞ。すごい、迫真のポスターが落ちてきた。この部屋は何かおかしい。今すぐここを出なければ。何かが刺さってる。ボウガン。あそこから撃ち込まれたのか。てか傘なんてあった。おお、この傘は本当に古く穴だらけで雨を防ぐことはできないが、武器として使うことはできるんじゃないか。 L1 で、遠いな、遠い物が遠い、物が遠いな。傘ちっちゃ傘ちっちゃ、これあ、丸ボタンでちょっとズームできるの。いや、本当わけわかんない、本当わけわかんない。ここの絵はなんだこれ。何も役に立たないらしい。ポスター調べよっか。元の絵がわからないポスターが1枚。これは言うてたな。この棒か、棒を調べるのか。ドライバーの先端部分、持ち手の部分が見つかれば使い勝手が良くなりそう。持ち手、傘のあの手で掴む部分とかと融合できない。融合っていうのもちょっとどうかと思うけど、融合すげえ。このゲームのね、言語のレベルがね、俺の言語のレベルと同じ、すごいもう最底辺の日本語を使ってるんだけど融合失敗だよって失敗だよっつって面白いな結合か、結合とかなんかね、そういう言葉をとっさに出てこないんだもんね。あれ、トイレットペーパーがあるんだ。これケツ拭こうぜ、とりあえず。何も役に立つ、ケツ拭いとけボケ。何かが光ったな今。気のせい。窓の外からの明かりでそう見えただけか。引き出しを開けるとカビの匂いが鼻をつく。放置されてどれほど経ったのだろう。いや、下の段、なんもないね。
このベッドの枕の下とか、ゴミ箱の、あ、ここも引き出しになってるな。え、中身なんもないんだよね。あ、でも傘があればこの絵とか剥がせるんじゃないか。アイテムの使い方はどうやるんだろう。これを今装備してるってこと？ここに失敗だよ。違う、今左上に傘が表示されてるんだけど、傘で、なるほど、この人形か。いや、何か役に立つ部分があるんじゃないか。頭の、え、でも手は取り出せそうなんだよな。さ、鉄の柵の向こうにバラバラのマネキンがある。ゾッとする。はいはいはい、感想を述べただけですね。そうじゃなくて、ドライバーの取っ手のような部分を取りたいんだけど、ちょっと見つかんないな。じゃあ、今回この辺に、すいません。今回この辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回、この続きからやっていきたいと思います。それじゃあ、さようなら。バイバイ。